はい、それではベートーベン交響曲第5番第3楽章の解説を始めていきたいと思います。前回の第2楽章からかなり日が空いてしまったんですけれども、今日から、第3楽章に入りたいと思います。早速、冒頭なんですけれども、これは非常に、チェロと、ベースしかないので非常に難しいところなんですけれども、まず、ポジションをしっかりどこで取るかっていうのをそれぞれ皆さん把握していただいて練習していただきたいと思います。はい、早速冒頭なんですけれども、まず、最初なんですけれども、まず、一つはまずハーフポジションを使ってというふうにまず、ゲームで取って、で、杖を上の杖を第3ポジションで取って、そしてその後の次の、デーフィスをこうですね。まあフィスは1、2でやりましたけど、まあ、その後の杖の、これは、6小節目ですね、の杖を見越して、2、4で取っていただいても構いません。ただ、これは先ほど申し上げましたけれども、チェロとベースしかありませんの で特に芸を開放で取った後、その後杖に飛ぶんですけれども、その、音程が杖の音程が非常にリスクを伴いますので、特にもし杖の音程にちょっと自信がないっていう方でしたら、もう一つのパターンとしては、第2ポジションからスタートですね。まず、第2ポジションでスタートします。で、第3に移って、でそのまま、芸を押さえますね。芸を押さえて、そのまま杖を、ダイレクトで取ります。そうすると、まあ、このようにして取って、あとは、同じように取れれば問題ないと思います。そう、もう一回やりますけれども、こうですね。はい。まあ、先ほど1回目でやった、形がやりやすいという方でしたら、まあ、そちらでやっていただいても構いませんけれども、その場合は特にこの、杖ですね。2小節目の杖の音程に注意していただきたいと思います。はい、その後も、同じ形が続くんですけれども、で同じになりますね。そしてその次の13なんですけれども、13からですね、まあ、しっかりここも、まあ、ソロさんがついてるんで、まあまあ、ここは開放で取るよりも、ここはその前の1拍目が地図になってますので、わざわざ弦を変えるよりも同じ弦で合わせてしっかり押さえるというふうにやった方が、まあ、無難だと思います。はい、そして、ずっとアテンポに、入ったところの、20小節目から、このフォルテのこの拍の頭の音は全て、ダウンで問題ないと思います。ここまでダウンですね。でそこのスマートはここも同じだと思いますね。はい、あとその後はほぼ普天2部が続きますので、ほとんどポジションは問題ないと思います。まあ強いてあげるところでしたら、32小節目ですかね、この、S とです。これをまあこちらでも構わないですけど、まあ自信がある方は、まあ、このように全てアーセン1本で押さえていただいても構わないと思います。はい、そして、38からなんですけれども、ここは、下の S が出てきますので、4弦の方は当然オクターブを上げることになると思うんですけれども、5弦の方で、まず、杖のチューニングの方は、もうそのままハーフポジションで、このように押さえれば問題ないと思いますけれども、もしハーチューニングでやられている方は、こちらですね、第2、第3の中間でもう、ベーを、A 線で取って、そのまま同じポジションになるので、ね、この違いをしっかり、つけていただきたいと思います。はい、今日は、こんなところになりますね。いかがでしたでしょうか。特に最初の冒頭の部分なんですけれども、これ楽譜上は全て一つのスラにつながっているんですけれども、初めて練習される方はいきなりこの全て一つのスラでつないで練習するということは少し無理に近いので、まずしっかり何小節単位でも結構ですので、しっかり分けて、しっかりまず音程もそうですけれども、まずやりやすいポジションを考えていただいてから
実際に、ピアニッシモで楽譜通りに練習していただきたいと思います。はい、第1回の解説は以上になります。ではまた次回。